郊にあるバス停の名前です。はあ。するバス停は9つ。はい。残りの3つは偽物です。物を見破れ、珍名バス停ラリー。うわはい、きらぼし銀行前に着きました。はい、金中バスでここに来ることができました。京王も金中も両方止まるんだけど、今回は金中バスにさせてもらいました。まあ、はい、さっきさ、モノレール駅入り口が金中バスじゃないかって言ったけど、うん、金中バスがここってことは、うん、京王も金中もここってことは、モノレール駅入り口がの当てはまるバス会社が行かないんだよね。でも他にもモノレールあるからね。多摩モノレールだけじゃないからね。東京モノレールとかあでモノレール駅入り口ってつくことがあんま見当たらないんだよね。7番は花形区団地って、でもなんかありそうじゃない？でどっかに車返し団地みたいなところあったような気がするから普通になる。うん、ちょっと変わった団地名は多分全国どこにでもある。じゃあモノレール駅入り口にします。多摩モノレール周辺のバス会社もうここら変で取られちゃってるから。わかりました。はい、ではモノレール駅入り口は、はい、実在します、あるのか。実在モノレール駅入り口があるのは、はい、京王バスです。あれここにもなかったっけ。いやいや違う違う、ここのは金中バスですって言ったじゃんさっき。京王も金中も両方止まるんだけど、今回は金中バスにさせてもらいました。金中バスだもん、あくまでカウント。それはない、それはない。カウントは金中バスだもん。カウントは金中バス、京王バス堂々と見せてるよ。うん、でも金中バスですって言ってました。金中と京王バスでそれはない、それはない、それはずるいってまだ言ってホームセンターや電気店で購入することができます。次は終点京成桜ヶ丘駅でございます。京成桜ヶ丘です。はい、でここからモノレール駅入り口に行くバスが出ているので、はい、ちょっと乗りに行きましょう。はい、バス1本来てる。モノレール駅入り口に着きました。ここ降車専用なんだ、ね、ここ実質高畑不動駅なんだよね。ここそうなんだ。ただあの京王の高畑不動駅、今バスが向かってる方、うん、からちょっとモノレールの駅が離れているので、モノレールを利用したい人のためにここにバス停があると。はあ。というわけで残りあと7つ。さっき夢の島リゾート行ったけど、夢の島どうだろう。令和小学校はね確かあった。あった。仙台坂も あった。確か知恵バスのナンバー173番とかだった気がする。細かい、よく覚えてるな。プラチナストリートって何のプラチナストリート。なんかこれは意外とあるかもしれない。うん、よし、じゃあ決めました。はい、夢の島。夢の島、これいいんだね。うん、もしあったらあそこかもしれないよ。決めていきます。わかりました。はい、では10番、ドキドキ、夢の島は実在しますす。残念。やー、夢の島があるのは、はい、都営バスです。やっぱり都営バスで新木場から乗りに行きます。というわけで、じゃあ夢の島行きましょうか。はい、これは大変だぞ。やべえな、新木場までどうやって行こう。うん、まあ、京王で新宿まで行くのが早いか。でもせっかくだしモノレール乗りたい。
まもなく立川北、立川北です。もう午後4時だよ。そろそろ当ててくんない？わかった。あ、でもさ、鬼がカタカナなところちょっと気になるけど、それ選ぼうと思ってる候補は8か3、8か3、4もなんていうの、準候補的な。乗り換えのご案内をいたします。錦糸町です。はい、他は飛ばすで行くから。9505っていうの乗って、じゃあ夢の島に行きましょう。はい、夢の島に行くってなんかかっこいいね。ね、あんまり。そうそう、プロチギネ。本日も都営バスをご利用いただきありがとうございます。このバスは急行日本科学未来館行きでございます。はい、夢の島です。あれおかしいな、発車した時はこんなんじゃなかったのに、着いたらめっちゃ寒いんだけど。まあ夢の島といえばね、東京都民にはあのゴミの埋め立てのしてる島として有名ですね。はい、でね、まあ周り公園なんだね、これね。ね、夢の島公園っていう公園ね。電車の中ではさ、うん、3番か8番っていう感じで言ってたじゃん。うん、いや本当帰りたいから本当当てて。8番。鬼公園。はい、なんで鬼公園？鬼がカタカナなのが気になるんだよね。ひらがなや漢字だったらありそう。うん、あと、しばらめ地蔵ってさ、なんか考えて思いつくレベルじゃないんだよね。すげえちゃんとしてるから、これはなんかバス停名な気がする。プラプラストリートもしばらめ地蔵と同様。鬼公園でいいですね。はい。はい、発表します。鬼公園は実在します。もうこれさ、これいい、うん、言っても、はい、鬼公園があるのは、はい、立川バスです。勘弁してくれ。勘弁してくれ。今天皇大学です。ここはございません。この列車は特急マスター。海事乗っちゃうか。立川から新宿で特急使うなんて贅沢だよ。松本ゆきです。また立川です。はい、往復したわ。本当はここからバスで鬼公園に行きたかったんですけど、はい、ちょっと本数が少ないので、はい、申し訳ない、ちょっとバスではなくて、立川から歩いて行きたいと思います。ここら辺なんか中華料理が多い気がする。本当だ、中華。そこ、おほら着いたよ。中華料理50番前今この店だ、まさに。だから反対側のバス停は焼肉屋さんの名前だ。さっき中華だったけど、ここで。いや、ちょっとおかしいなと思った。よし、あと5つの中から1つ、これとこれは絶対なし。4番がありそう、ね、あ、4番がありそう。ということは7番、3番、じゃあ3番だ。3番プラチナストリートでいいですね。はい、そうします。はい、プラチナストリートは実在します。おにぃ千千かお見事、やっとクリアだ。プラチナストリート意外とありそうでなかったわ。いや、実はね、プラチナストリートっていう通り自体は港区の白金にあるんだよね。あ、白金高輪の。そうそうそう、いや白金台のやつか。通りの名前はあるんだけどバス停にはない、うん、ああよかった、本当よかった、ありがとう、本当、うん、ありがとう。じゃあ最後ちょっと君たちまでせっかくだから立川バス乗ってこうか。うん、
着きました。というわけで今回は、偽物を見破れ、珍名バス停ラリーということでやってきました。まあ、結構疲れたね。最初最後はこの赤い三角屋根の駅舎を、復活駅舎を、おー、京王デートバース。すごいね。急登層のバス停を見ながら。今日の動画、おしまいにしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。こんなバス停あったんだ、知らなかった。珍しい名前だ。写真撮っとこう。ピシャッ。